左翼、自衛隊を誹謗中傷し大炎上、看護師派遣で。現在、自衛隊が新型コロナウイルスの集団感染が発生している病院に看護師を派遣しておりますが、こういった自衛隊の派遣について、ある左翼がこのような暴言を吐いてしまいました。迷彩服に関連して、自衛隊を、自衛官の皆様を誹謗中傷してしまっておりますけれども、こういった 自衛隊の迷彩服は彼らの制服であり、仕事中は着用するように義務付けられております。民間企業で制服があれば、それを着用して仕事をするのと同じことでございますが、また彼らが病院内で活動する際には、このように防護服を着て対応しておりますので、病院内では 迷彩服は着用しておりません。こういった誹謗中傷、職業差別にもなってしまっておりますので、ぜひとも左翼の皆様、このような自衛隊、自衛官に対する誹謗中傷差別は今後二度と行わないようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、 ありがとうございました。